米朝首脳会談決裂。韓国が最大の敗者に。アメリカの CNBC が、韓国は米朝首脳会談決裂の最大の敗者かもしれないと報じました。CNBC は、米朝首脳会談の決裂によって南北経済プロジェクトを再開する見込みがなくなってしまった。韓国大統領の支持率は着実に低下している。韓国国民の 唯一の尺度が内政のみになってしまった。韓国の大統領は北朝鮮に対して軟弱すぎ、北朝鮮の非核化の意欲について楽観的すぎると主張していた韓国の保守派からさらに強い批判に直面するだろう。首脳会談に関する残念なニュースは韓国の企業、投資家、消費者心理をさらに 悪化させるでしょうとなっておりましてこの米朝首脳会談韓国政府は非核化の合意とさらに朝鮮戦争の終結宣言まで望んでいたようなんですがそのどちらも泡と消えました北朝鮮はアメリカを騙し制裁解除を目論んでいたことが 明らかになってしまい北朝鮮が誠実にアメリカと接するまでは今後米朝の協議は再開されないとされております。現在韓国政府はさまざまな形で北朝鮮を支援しており国連から制裁違反だと指摘されているような 状況になってしまっておりますので韓国政府には北朝鮮に対する制裁をしっかりと守っていただき北朝鮮が完全に核兵器を大量破壊兵器を放棄するまで絶対に支援しないようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました